回購入したのはリラコットタイニータンダイナマイトバージョンです。で1箱10個入り箱買いです。でじゃあ箱はシンプルで箱、まあ、見るほどの箱じゃないです。箱買いすると、うん、シンプルで別にキャラクターとか書いてあるわけでも何でもないです。じゃあ開けていきます。こんな風に入ってます。全7種のどれかが入ってるやつです。でも上は全部 RM です。 RM さんで す。じゃあ行きます。で自分たちは毎回この蓋を開けてを開けた上の側の左側から取っていきます。下に順々にで左が終わったら右側っていう風にやっていきます。じゃあ左の一番上行きます。こんな感じです。で箱は多分全部一緒なのでこの一箱だけであとは飛ばしていきます。でこんな、はい、側面がこんな感じです。これ飾りなのかな、こういうの。飾ってねっていう。で、これが、反対側の側面がラインナップ。全7種です。で、背面がこんな感じ。で、こんな感じです。じゃあ、開けていきます。せーの、せー。ガムついてる。ガムついてます。ガムがね、なんかラムネとかに変えられねえかな。なんか思ってたより大きい。そうだね。じゃあ、もう四角い口してまつげがついてて特徴があって可愛いです。ピアスしてます。なんかちょっとソフビっぽい感じ。あ、そうだね。になってます。まあなんかガチャガチャとかの方が髪とかもすごいけど可愛いことは可愛い。そして大きいです。じゃあ V さんです。一つ目は V さんです。じゃあ次行きます。左の2箱目です。なんか今日は今回のやつはね、あとしかもこんなんていうの接着剤があんまついてなくて開けやすい。いつもすごいんだけど。いっせーのせ。じゃあジャンゴクさんです。ピアスしてます。立て膝ついてる感じのポーズです。みんなこうなんかよりかかってるみたいな感じのポーズなのかな。うん、こんな感じです。はい、じゃあ3箱目いきます。一斉のせ。じゃあ、ジミンさんです。です。より大きく感じる。ここにジミンって書いてあるジャンパーと。メガネはかけてないバージョン。なんかちょっとここが出っ張ってる。足を伸ばしてるポーズです。です。じゃあ3体目はジミンさんでした。でした。はい、じゃあ4箱目いきます。一斉のせ。じゃん。シュガさんです。猫みたいな糸目になってます。そう、結構そういうの珍しい感じがします。髪型とかは結構すごい。なんかすごい楽しそうに笑ってます。よ、じゃあ4個目がシュガさんです。はい、シュガさんです。じゃあ5箱目最後、左の側最後になります。いっせーのせ。じゃーん、 RM さんです。なんかちょっと鼻の位置と口の位置がちょっと違う気がするけど、油じゃないけど油みたいなやつです。服はちゃんと星の模様がついてポケットもついてベルトもついてます。目が青い、アニメのキャラクターみたいな RM さんです。でじゃあ右の一番上が自分たちから見て自分奥側からやっていきます。一斉のせ。じゃん。あ、かぶってる。じゃあ開けなくていいかな。
かぶってます。ジョングクさんです。です。かぶりです。です。一応じゃあジョングクさんの隣に置いておきます。順番じゃなくて。うん。あ、まあ順番でいいか。やっぱこっち置いておきます。じゃあ2箱目いきます。いっせーのせ。本当。ジミンさんです。かぶりです。です。マンネラインがかぶっててるのかな？かぶっててる。じゃあ次。右の3箱目もうかぶらない。せーのせ、もう一人かぶる。ブイちゃんです。なんか自分たちのデフォなのか自分たちなのかわかんないけど、とりあえずマンネラインがかぶった。マンネラインがかぶりました。じゃあ次行きます。でも順番はバラバラ。右の4箱目です。これでかぶりがないはず。せーのせ、うん、じゃーん。Jホープさんです。指ハートしてくれてます。ポーズは RM さんと同じ座り方です。こんな感じになってます。髪が真っ黒の J-HOPE さんです。じゃあ最後一箱いきます。いっせーのせ。はい、チンパ推しのジンさんです。じゃーん、かわいいジンさんです。口がかわいい口です。若干やっぱりちょっと鼻とずれてる気がするけど、この服の模様もちゃんと入ってます。で10個目がジンさんです。でまあこの通り入ってるかわかんないんだけど、自分たちのやつだと箱を開けて、箱の蓋を開けて左側の上から右側の上からってなってると、こういう風な順番になっております。こんな感じで、まあ一箱買えば全部揃う仕様にはなってるみたいで、で自分たちの被りはマンネライン V さんとジョングクさんとジミンさんの被りが出ました。まあいいんじゃないかな、被り、うん、自分たちはな。ただまあこんな風に入ってるのかわからない、わからないけどっていう感じが今回の購入したリラコスト第2弾ダイナマイトバージョンです。になります。じゃあ以上です。